Ubuntu のダイアログボックスの例ダイアログボックスとは GUI における特殊なウィンドウの一種でありユーザーに情報を提示し必要に応じてユーザーに応答してもらうものユーザーに何かを伝えたりユーザーに何か入力してもらったりといったユーザーとコンピュータ間の対話に使われるためこのように呼ばれるユーザーとのやり取りや選択肢の種類によって それぞれ異なる種類のダイアログボックスが使われる。最も単純なダイアログボックスは、メッセージボックスのアラートと呼ばれる種類のもので、これは単にメッセージを表示して、それをユーザーが読んだことを確認するだけのものである。警告は何らかのアクションを確認するためだったり、プログラムの終了の通知、または確認だったりする。メッセージボックスでは通常、 ユーザーによる確認や選択が完了するまでは他の UI 要素は操作できない。モーダルなダイアログではよくあるパターンだがより良い代替手法がある場合にもこのパターンを使うことはしばしば批判の対象となる。ノンモーダルまたはモードレスのダイアログボックスは要求している情報が処理の継続に必須ではなく他のウィンドウを開いたまま処理を続行できる場合に使われる。 モードレスのダイアログボックスの一種としてツールバーがある。これはアプリケーション本体のウィンドウとは分離されていたり結合、分離可能となっていたりするものでツールバー上に表示されているアイテムを操作することでアプリケーションの特定の機能を使うことができる。一般に優れた設計のソフトウェアではモードレスの方がユーザーにとって扱いやすいため 可能な限りこの種のダイアログボックスを使う。例えば、現在の文書のプロパティを設定するダイアログボックスはモードレスとされていることがある。ユーザーが種ウィンドウにテキストを追加するのは色の設定がどうであっても継続可能であり、好きな時にそのダイアログボックスを使って色を変更できる。なお、それがこの場合の最善のインターフェースだというわけではない。 同様の機能はツールバーやリボンでも実現できる。モーダルなダイアログボックスでは、それがクローズされるまで、プログラム本体の操作ができなくなる。再開するために追加情報を必要としている場合や、何らかの危険性のある操作を続行することを、ユーザーに確認する場合などに使われる。モーダルなダイアログボックスは、いわゆるモードエラーを引き起こしやすいことから、 悪い設計として批判されることが多い。危険な操作は全くできないようにしておくべきだし、不意に出現するダイアログボックスや順化によって中身に注目されずに消されてしまうダイアログボックスは危険な操作への警告として役に立たない。これまでモーダルなダイアログボックスはシステム全体のモーダルかアプリケーション単位のモーダルであった。 すなわち、それが消されるまで、システム全体の制御を奪うか、対応するアプリケーションの制御だけを奪う。最近では、MacOS 10で、特によく見られるように、文書単位のモーダルが登場している。この場合、ダイアログボックスは、親ウィンドウに付属するシートとして表示され、同じアプリケーションでも別ウィンドウであれば制御が、奪われず、操作を続行可能である。 ありがとうございます。